しょ、よしよし、来てる来てる、次ですね、よっしゃよっしゃ、いいサービスか、もう一個伸び足、シフトが決定しております。いいですか先生、すごい、サブ、はい、じゃあこんにちは、こんにちは、今日はね、なんと、はい、リット来てます、はい、お邪魔させていただいてます、上野厩舎にね来てます、はい、それで、はい、あの1月28日日曜日、はい、なんと、はい、もう早速なんですけどね、はい、ベラジオラオが京都、はい、1008ダート戦に、はい、未勝利ですけどね、はい、出走が決定しております、はい、まあ、今回ね今年中央競馬2戦目ということでね、はい、今日はねわざわざね許可をいただいて、はい、立東までちょっと様子を見に来ました、はい、ラオの、うん、ラオだけじゃなしにね今、うん、ベラジオボンドとか、はい、ベラジオオペラも在休してるということで、はい、今日はねそちらの方も取材に、はい、いろいろ様子を見ながらね、はい、あのこの先ちょっと進めれたらなと思います、はい、うん、3頭見れるんですね、3頭見れる、今日は嬉しいです、でもね、まあ、近々すぐ出走があるのがラオということでね、はい、うん、でやっぱ前走後から全然ね一番人気で2着になったんですけどね、ダメージがもうほとんどなかったみたいですね、うん、そうですか、うん、ということでね、はい、この中2週にはなるんですけどね、はい、同じ京都の1008で未勝利2戦目をちょっと迎えることになってます、はいはい、あ、なんかいよいよ勝てる気がするんですがラオ、うん、まあ、前走もね、はい、勝ちに行って、まあ、逃げた形になったんですけどね、最後ちょっと刺されてね、こう、まあ、はい、まあ、でも最後刺し返したっていうのがあるじゃないですか、あの刺し返したのはね結構余力があるんですけどね、はい、なんていうんですかね、馬がやっぱ前に出ようとしないっていう癖がちょっとあるみたいでね、はいはい、あ、そうですか、レース後も結構ケロッとしてたらしいんですよね、うん、あ、じゃあ いい意味でケロッとしてるって感じですか、そうそう、だからそのあたりがね、うん、実戦を重ねてね、ちょっとどういう風にまた変わってくるかっていうのがね、はい、今回のちょっと勝負になります、楽しみです、うん、まあちょっととりあえずまあ馬の方ね、はい、ちょっと様子見させてもらいましょうか、はい、うん、これ馬って寒ないんですか、やっぱ寒いですか馬気温的に強いんですか、やっぱ、うん、マイナス30度ぐらいまで大丈夫です、あ、ほんますか、なんと馬はマイナス30度までいけらしいっす、鳥肌とか立たないんですか、毛伸ばします、あ、毛、あ、自分でそう調整で、やっぱすごいな、次はね、ベラジオラオ、前走がね、本当にね、うん、スタートしてから新馬戦の時もそうなんですけど、はい、なんせスタートが早い、はい、うん、それ前に行くっていうかね、うん、問題はだからそこからのね、うん、馬のだからあれですよね、前に行く、うん、あ、精神っていうかね、能力はね間違いなくあるみたいなんですよ、はい、あとはね自分の能力をねこう 100% っていうかね、より高い水準で出せるかっていうのがね、うん、この馬 あの課題ですね、うん、なるほど、当日はね一番人気間違いないと思うんですけどね、うん、あ、押さない、押さないや、先生押さない、押さない分そういう感じになってしまう、はいはい、あ、ね、体はねいつもパドックでね、ね、ごっついですよ、仕上がってますね、つやつや、うん、つやつや、だいたいねパドックで回収してたらね、あの人気もどんどん上がっていくっていう、前走もね3番人気か4番人気ぐらいから一気に1番人気になったからね、はい、誰が見てもねこういい馬だっていうね、うん、あ、あーってね、あんますね、おーおーおお行き過ぎた、全然なんか疲れてるやれはないですね、うん、絶好調、うん、まあ次はねやってくれると思いますけどね、あ、人がおるからかな、ちょっと怖がってるんですか、こう、やんちゃなん、あ、やんちゃたてがみにちょっと寝癖みたいな、ね、うん、かわいい、このやんちゃぶりをねレースで生かしてくれたらね、うん、全然顔違いますね、甘えたさやね、変わる、オペラは出しないですもんね、ハミハミとか、オペラはね、ほんまおとなしいもんね、おとなしいですよね、しない方ですね、頑張って次こそ、おう、おう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 
届いてもうゆっくりしたいありがとうそうだ、ありがとうございますすごい暴れてたあれ、何なんですかあ、そうなんですか木ばっかり取られてはいはいはいこういうとこ子供あ、子供なんですね、やっぱり今でもそうですはい
真剣走らないってことなんで、ひょっとしたら次も真剣に走らないかもしれない。まだ日にちあるんで大丈夫です。ブリンカーつけてみた。次はねちょっとブリンカーをつけてのレース。ここですよね、メンコのところ、うん、ブリンカーやったらこれ。あ、これか、うん、メンコはねメンコの上からつけるっていうね、うん、そしてありがとうございます。ありがとうございます。じゃあね、今ちょっと上村先生がねプレゼント企画で、なんか提供してもらえるってことなんで、ちょっともらいに行きましょう。これオペララオあ、ラオー、はい、ラオーラオマーガイ、わからないね、バイバイ、頑張れよ。バイバイラオー、頑張ってよ、日曜日いいかな。まあ早速ね、正月明けてね、ちょっと寒いですけどね、寒いですね、ちょうど馬からしたらこれぐらいがいいってことでね。だからレースになったらぐらいのぐらいが一番いいでしょうね、京都とか行って、うん、まあ順調で行ってるのもね、うちの馬もね、はい、3頭とも何よりですね。うん、何よりです。うん、わすごいですね。わ、スプリングステークスのうちの事務所にね、あ、オペラ、はい、ね、あ、うちのやつと一緒です。でもなんか飾り方かっこよくないですか。ないっすね、これ。そうですよ、ほんま。いいですか先生、帽子。私欲しい、ありがとうございます。やば、先生サイン書いてくださいよ、このサイン、サインちょっと。ちょっと皆さん、なんとこれ上村厩舎の帽子です。私が欲しいわ。ちょっとサイン書いてもらって、ね、乗りますんで。先生お願いします。こっち大きい方ですか。うわ、いやこれも超貴重価値、希少価値が高い。え、欲しい、うん、私も応募していいですか。ダメ。この帽子はね、ほんま売ってないですよ、皆さん。本当かっこいいですね。いや今日来てよかったっすわ。先生とお揃いになります、ね、一緒。いやこれは、ね、いつもほんま上村厩舎の皆様がね、はい、ということでみんながこう着てる帽子ですよね。いや、よかったです。やった。先生、ジャンボはないんですか。先生、はい、またあの受賞方お願いします。はい。はい、じゃあね、先生からちょっといただきましたんでね、これ皆様にちょっとまたプレゼントしていきたいなと思います。はい。ね、はい、じゃあ。はい。じゃ先生に。これ言いましょうか。はい、先生ありがとうございました。ありがとうございました。お揃いですか。お揃い、え、いいの。先生ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあこんにちは。こんにちは。ね、戻ってきました。はい、昨日ね、本当ね、危なかったね。危なかったですね。雪がね、寒かったです、うん、あれもう一個先行ったら結構通行止めでしたね。いや、ほんまにね、そういう大変ですよね、はい、あちら、まあ、大雪って、今日もね、なんか続いてるらしいですけどね、はい、昨日ちょっと行って、今日またね、はい、あの次の日明けまして、はい、でいよいよね、昨日はちょっと3頭、はい、まあ、はるかも含めてちょっと見に行かせてもらって、はい、いよいよ今週ね、1月28日、はい、日曜日、はい、うん、ベラジオラオが、改めてちょっと出走が決定しております、はい、で今ね、事前では結構予想人気なんですけどね、1.7倍。お、うん、あ、ってことはもう1番、2番ぐらい、もう1番人気、1番人気もうね、なってるっていうか、まあね、2番人気のまま芝を走った馬なんかな、はい、が2番人気になって、まあ、あくまで予想なんですけどね、はい、やっぱりこの一戦がね、うん、どうしてもちょっと落とせないレースにはなるかなと思いますね、うん、はい、まあ、勝ててこそないですけど、いいレースしてきてますもんね、うん、そうそう、ね、やっぱりね、はい、あの幼い動画でも見てもらったらね、幼さがやっぱあって、ね、はい、やっぱちょっと子供なんですよね、うんうんうん、だからなかなかこう抜かそうとか、まだちょっとレース自体をちょっと経験しないと、ね、もともと遅生まれなんでね、はい、やっぱり子供とか幼さっていうのはどうしてもあるっていうのはね、うん、ただ裏を返せばまだまだ能力は出せるっていうかね、はい、で昨日の感じやったらもう中2周にはなりますけども、はい、まあいい状態、うん、それで今回は集中力を増すためにあのブリンカーを先生がつけるともいう情報もいただきましたんで、はい、まあ、ぜひね当日はちょっと期待していただいたらね、はい、うん、でね最後これね、こういうあの上村厩舎の、ね、チームがね、こうやってるセスコリにちょっとサインもいただきましたんで、これまたね、勝てばちょっといろいろいろんな企画も考えていきましょうね。そうね、うん、えちゃんもサイン書いたらこう、ね、ムカさんこそですよ。いや、僕のはもう絶対いらないと思う。ムカさんの方がいいんです。まあ、ということで、はい、ぜひ、はい、またベラジオラオ、ラオですね、この未勝利戦ですけども、
ぜひ勝てるように、はい、皆様応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあさよなら。さよなら。And the beat drops.